強制隔離される上海の母親家には2歳の息子しかいないと声を振り絞って泣きつく超文庫氏上海の感染者43万葬儀社スタッフは毎日深夜まで仮装 DIY 北京で感染症の緊急事態朝用区が封鎖管理区域を決めるスーパーは買い込む人でいっぱい中国トップ10大学で事件 当局が天安門事件以来最大の学生運動と認定かニューヨークファールンゴン学習者の4月25日平和陳情23周年パレード観客敬服の声 上海の政治的ゼロコロナは天の怒りに触れ人の恨みを買っているようです深夜に強制隔離される一家がいましたが2歳の子供だけが家に残されていると母親がビルの前で泣き叫んでいました 4月22日、上海のある家族が深夜にコミュニティビルの前で貿易関係者に向かって怒鳴りつける映像がインターネットにアップロードされました。一人の女性が声を振り絞って泣きついていました。家族が強制的に隔離され移送されるが、家には2歳の子供しかいないと言います。どうしたらいいのと女性は語り、家族全員が陰性だというような言葉も口にしていました。 また一人の男性と一人の女性が一緒になって大きな声で訴えている姿もありました。 你们家有没有孩子啊？我们家，你们楼上的人都知道的呀。我们从从开始就去，我们就没有出控制他门，我们都很注意的呀。配合政府，牺牲自己的自由不要求。我们就两个孩子在家里，两个孩子在家里，我们说让我们缓一缓，就是的。 周囲の市民らの怒号が飛び交う中、防護服を着た数人の政府関係者は何も言わず、強制的な処置も取らず、帰宅を許可するとも言わず、離れた場所に立っていました。映像からはその後どうなったのか確認することはできません。中国の専門家、張文光氏は21日、上海で現在43万人以上の感染者が出ており、疫病は完全に制御不能な状態であることを明らかにしました。 しかし、中国共産党、中共が記録した死亡者数は5日間で36人しかおらず、市民は強い疑念を抱いています。中共感染症医学センターの張文孔主任は、上海で今回の感染で43万人以上が感染したことを偶然にも明らかにしました。 この数字と中共当局による5日連続の累積死亡者数36名との間に相当な食い違いがあることから市民から疑問の声が上がっています多くの上海市民は3月に家族が感染して亡くなったが政府の統計には含まれていないと言いますこのほどインターネットで流れた上海の死者リストによると判明している死者の数は一般市民が行った調査によると少なくとも190人でした また4月21日、当局は上海葬儀社の責任者3人を処罰しましたが、その後も事件は発展し続け、葬儀社の1人の職員は4月1日から葬儀社の職員全員が1日24時間帰宅せず、さらに毎日深夜12時まで遺体を仮装し、死者数は昨年同期の2倍になっている。都市の正常な運営のため、完全に超負荷の状態で働いていると明かしました。 上海でいつになったら感染症が収まるのか今のところ終わりが見えていません。中共当局はただ野蛮なやり方で上海から住民を強制的に運び出しているだけなのです。BBC はこのほど上海市港北の平防住宅区では感染症の拡大を食い止めるため当局が住民を160キロ離れた石膏省に移動し、 一律7日間の隔離を行い、それから政府側の通知を待つよう命じたと報じました。22日未明、上海市政府は深夜に22日より市中感染ゼロ攻略9大行動を展開するとの発表を行いました。ネットユーザーからは5日間の攻略が終わったばかりなのに続いて攻略9大行動を展開するのか、都市封鎖はいつになったら終わるのかとの嘆きが聞こえています。 上海で中共ウイルスの感染が続く中、首都北京でも感染が拡大しています。朝陽区では封鎖管理区域を決めており、スーパーは買い込む人でいっぱいです。ウイルスはすでに中南海所在の正常区にも入っており、政府側は緊急事態だとして厳重な警戒を要請しました。政府はまた感染はすでに1週間前から広がっていると称していますが、 北京市衛生健康委員会のウロメイ主任が1週間前に失脚したばかりで人々の注目を集めています北京青年法によると22日以降朝陽区で26件成城区で1件など5区で41件の感染が報告されたといいますその中成城区は中南海の所在地です中共は情報を隠蔽する習性があるためこの数字は実態を反映していない可能性があります 北京市は即日2つのコミュニティをそれぞれ高危険地域と中危険地域に分類しましたがいずれも徴用区繁華園街道に属しています中共北京市委員会宣伝部対外文化情報署のデンイ所長は北京での今回の流行は隠れた流行出所不明急速な発展という特徴があり必ず厳重に警戒し迅速に対抗する必要があると示しました このような中共のスローガン的宣伝に伴い非人道的なゼロコロナ政策を堅持し続けるのです。しかし、上海ではこれらの政策が功を奏していないようで国民の不満が湧き上がり、現地での流行は深刻なままです。 中共の政治中枢に隣接する人口345万2千人の北京市徴陽区は政府側の報道によると4月24日に14の閉鎖制御区域と14の管理制御区域を発表したといいます徴陽区の住民によるとコミュニティは25日27日29日の3回全住民を対象とした PCR 検査を実施すると決めており全住民が必ず参加しないといけないといいます 同時に24日には北京の多くのスーパーに買い物客が殺到しました同日の夜北京の多くのスーパー特に朝陽区では多くの商品棚が空になり卵や新鮮な野菜肉が割れ先にと飼われました中国共産党を積極的に称賛していることで知られる福旦大学の張悠教授が最近暴行を受けたと報じられ大きな物議を醸しています その後、張本人は家で番組の収録をしていたというだけで弁明はしませんでした。しかし、中国のネット上では皮肉を言うコメントで溢れました。最近、中国トップ10の大学、上海伏炭大学で事件が起き、学内が大混乱に陥っていると報じられました。海外の中国語メディア、万位読者網の22日の報道によると、ツイッターで20日、伏炭が女風呂の入り口に監視カメラを設置。 また、学内のネットを遮断し、非武装の学生への対処は警察に任せ、催涙ガスまで使用。副担は上海でも国際文明圏でも100年の歴史を持つ名門校だと投稿されたといいます。このソースは騒動の原因や事件が発生した時間や場所の説明はなく、また現場の写真やビデオもなく、文章の形でしか拡散されなかったので、事件が広く伝わることはありませんでした。 これに対し、帰って福丹大学は迅速かつ敏感に反応し、当日20日夜6時17分に中国版ツイッターウェイボーの公式アカウントで厳粛声明を発表しました。声明では、福丹が問題を起こしたという噂がネット上で流れているが、現在キャンパスは平穏で、教員と学生が心を合わせて疫病と戦っている。このような根も葉もない噂を強く非難するとしました。 その40分後、中央政府系メディア中国新聞網の公式ウェイボーがこの声明を転載し、続報を伝えました。大学が女子風呂の入り口に監視カメラを設置したことが、この事件の引き金になった可能性があるとの分析もあります。中国共産党を、中共の緊急危機管理の上等手段に従えば、噂を否定するということは、それが事実であるということです。 上海の福丹大学で起きた騒動が中段階を警戒させ、21日天安門大虐殺事件以来最大の学生運動だと言われるニュースが流れました。福丹で事件が起きたという噂の中には、中共の国士と呼ばれる福丹大学教授、張 E が学内で暴行を受けたという噂もあり、瞬、ま、く間に話題となりました。 4月22日午後から4月23日早朝まで超意、e、義が殴打されたという話題の累計閲覧回数は260万回を超えました。その後彼は中国版 LINEWeChat のモーメンツで感染状況が原因で丸1ヶ月副担校内に足を踏み入れることができなかったと間接的に事実を明らかにしました。また中共政府系メディア環球時報の古釈信元編集長はコメントを転載し、 超いいを好きかどうかは別として噂をでっち上げるのは良くないとしました一部のアナリストは拡散された映像は最近上海の伏炭大学で警察と一般市民が激しく衝突していることを示していると言います正確に何が起こったかは不明ですが中共は天安門事件以来学生運動を非常に警戒しており大学内の事件には敏感に反応していますこの事件はさらに注視し続ける必要があります 最後のニュースです。今日は4月25日です。23年前の今日、1万人のファールンゴン学習者が自発的に北京で平和的かつ理性的に要求を表明し、ファールンゴン学習者は強権に直面して道徳的な功績を打ち立てました。ニューヨークの2000人以上のファールンゴン学習者が4月23日、アメリカ最大の中華街フラッシングで4月25日の陳情を記念するパレードを行いました。 明るい春の日差しのもと、ファールンゴンの天国楽団は人の心を奮い立たせる音楽と元気ハツラツとした様子でフラッシングの賑やかな通りを更新しました。 可以は是ンダーファーは素晴感觉就非常的好，<noise> 好齐整，同埋好有训练有素咁样，好似你哋练习咗好耐好耐，所以佢啲团结精神好劲。成 <laughs> 个军队咁、啊、喎真系。<laughs> 真正传承了中国文化的精华的。 其实是海外的法轮功。And it's a shame that that's happening. I, and this is a, an expression of freedom, compassion, truthfulness, and、uh, tolerance. These are all good moral values that should be instilled in everybody. People should have freedom of what they believe in, and people should respect it and not persecute it. 一个社会里面有一些人愿意站出来争取向善的自由，这是多么值得敬佩的一件事情。 而这样的一个争取被打压住了，今天我们看到中国很多很多的那种恶的那些结果，又可以看到现在中国很多人承受着失去了向善的自由的后果，这些都是从那一次对法轮功的镇压开启的，一直到现在整个的历史的时间线，我们是可以看得清清楚楚的，是连贯的。 中国共産党が1999年にファールンゴンへの迫害を発動してからこの23年間、ファールンゴン学習者は4月25日の精神を引き継ぎ、迫害が終わる日まで平和的かつ理性的に迫害に反対し続けています。 今日嘅疫情最前线就到呢度，多谢各位收睇，守护真相绝对唔会放弃，我哋嘅坚守需要大家大力嘅支持，更加需要大家订阅我哋 Patron，我系 Zack，下次再同大家见面，俾多啲鼓励我哋。